皆さんこんにちは、タナショーです。ということで本日はですね、夜中の1時なんだけど、これから寝て起きてね、美容院に行くんですけども、今すっごい髪伸びてるんですよ。なんで美容院行ったら美容師さんにイケメンにしてくださいと頼もうと思って、もうどうにしてもいいんで、もうとりあえずイケメンにしてくださいって頼んだら、果たしてどんな髪型になるのかっていうのをね、検証していきたいと思います。でね、本格的にイメチェンをするようにね、もうメガネ生活も1週間ぐらいやめます。眼科行ってコンタクトレンズ1週間分もらってきたんで、ちょっとね、イメチェンしたタナショーをお楽しみください。ってことで早速、美容院に行っていきたいと思います。はい、ってことでね、美容院に到着したんですけども、本日、協力していただく美容院さんがですね、渋谷区神宮前 5-12-1 マハール表参道1階にあります、アースイズアートさんでございます。ご協力ありがとうございます。ということで、おしゃれな表参道にですね、お店を構えておりますので、ぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いします。ってことで早速、シャンプーをしていきたいと思います。では、よろしくお願いします。ということで早速、カットしてもらうので、では、イケメンにしてください。かしこまりました。ありがとうございます。3週間くらいに1回なんですけど、それでも結構もう伸びてくるので、自分的には伸びてる方なんです。はい、高校が結構染めてもう大丈夫みたいな学校だったので、はい、もう友達とか結構染めてる人いました。今のところそうですね、まだ作ってないツイッターはあるんですけど、はい、したことないですね。はい。こういう感じで、これ自体に色は、まあ、入ってるんですか。うん、ってことで今からカラーを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。匂いとか大丈夫ですか。匂い大丈夫です。おじちゃん失礼します。ってことで今からこの俺の太眉を綺麗に揃えてもらいたいと思います。何ですか。これね、測ってるんだよ。左右対称にバランスよく測れるように、最初に産毛を取らせていただくんですけど、産毛だけ脱毛できるやつがあって、ブラジリアンワックスに出るんですよ一瞬でパッてやるんで、はい、一瞬ピッてピリッて痛みが。わかりました。痛くないですか。大丈夫です。もう痛みには慣れてるんで爆発踏んでますねこっちまでさっきぐらいの感じで、はい、一瞬で撮るんで、あ、下痛い。てことで、カラーを流していきたいと思います。すみません。大丈夫です。よくあるやつ美容院あるあるですか。美容院あるやつ気まずいやつ家屋タオルは温かいのと冷たいのはどちらが欲しいですか。あ、じゃあ温かいので、はい、お願いします。おお、これを今から乾かしていく。はい、はい、分かりました。 Good time, I am so free. はい、ということで完成いたしました。ということで、気になるアフターですが、後ほど動画が流れるのでお楽しみくださいませ。あんなに伸びきっていたタナショーの髪も見違えるようにさっぱり、この髪型で
表参道を歩いても違和感なし。これからの季節に合ったサファイアシルバーを添えて。はい、ということで、今回ご協力いただいたアースイズアートさんは、有名ミュージシャンや俳優さんも多く来店する人気美容室です。ただいま男性のお客様でカット&カラーをされた方は、僕のこのやった眉カットメイキングが無料でサービス中ということで、ぜひ皆さん足を運んでください。ということで、今回はご協力いただきありがとうございました。ありがとうございました。